在来工法の構造図 A イコール、両 B イコール柱 C イコール筋貝 D イコール土台 E イコール基礎筋貝。接合部は金物で補強されている。向こう側に見える断熱材はセルロースファイバー筋貝とは柱と柱の間に斜めに入れて建築物や足場の構造を補強する部材である。筋貝、筋貝とも表記され、ブレースとも呼ばれる。 構造体の耐震性を強める効果があり、建築基準法では一定の割合で筋解を使用することが義務付けられている。柱と量の形作る長方形は接合部の強度に余裕がないと地震や暴風などの水平力を受けた時に平行四辺型にひしゃげるように変形してしまう。そこで対角線上に筋解を加えて三角形の構造を作り、 変形を防止するわけである。イラストではクロスに2本組まれているが、斜めに1本のみの場合もある。多くの場合は、木材や鉄骨など、圧縮引っ張りの両方に効くものを用いるが、鉄筋のように圧縮に弱いものを助けがけにして、用いることもある。木造建築の場合、数本の釘やカスガイで止める、比較的簡単な取り付け方では、引っ張り力がかかった場合に、 付け根が外れてしまう危険性がある。これを防ぐため、金物を用いて柱や梁に強力に固定する方法が取られる。筋貝は大抵、壁の中に隠れるように取り付けられるが、ラーメン構造の大型駐車場などでは露出した筋貝が見えてくることも多い。また、壁の少ないピロティが構造上の弱点となっている場合などに耐震補強の手段として、 筋じいを追加することがしばしばある。ありがとうございます。